最初はその川崎市でもう1回戦で負けるような弱小チームだったところにいらっしゃった藤川さんがどういうふうにしてそのの頭角を表していったか自分の実力でこう上がった人を頭角を表すっていうじゃないですか、えー、僕はもう自分の実力は全くなかったと思っているので。 本当に「スチュワーデス物語」って昔堀ちえみさんがドラマでやってて「のろまなうさぎ」「のろまな亀」ですみたいなああいうドラマが知ってる方は知ってると思うんですけどももうそのイメージで本当にどうしようもなく下手くそだったけどもただひたむきに一生懸命やってきたので周りの方々が読売クラブの周りの方々が先輩たちがとにかく僕を支えてくれて。 温かくく見守ってくれてれ僕を勝手にこういうふうに勝手にっていうか僕をこうやって育ててくれた自分の実力であの俺は這い上がってきたっていうのは1も常にこうなんか人に育ててもらってここまで来たっていうはい育ててもらってでも練習はどれくらい練習されたんですか練習だけはでも もう本当に人の何百倍も,もうとにかく自分がこの人たちこれだけ僕のことを支えてくれてよくやってくれてるんだったらもう自分はもうこの人たちに追いつくにはもう人一倍も体を汚さなきゃいけないしユニフォームを毎日泥だらけにしなきゃいけないし人の何この人たちの何倍も練習しないと追いつかないと思ってたんでそれはもう陰に隠れて常にやってました一人で,、はい、であの協力してもらってやったりとか。そこだけはもう ととことやりました、はいはい、私の記憶では、もう、あの黄金時代のヴェルディーですよね、ミラカズさん、ラモスさん、はい、津波さん、はい、それから武田さん、はい、あの中に藤川さんがいらっしゃる写真とかも,もう拝見して、もう本当、あの当時の、あの黄金のヴェルディーをですね、はい、そのゴールキーパーたちに支えられた、はい、そのステージまで上り詰めていかれるわけですけれども。はい やっぱあの上昇ベルディ時代のです、ねはい、なぜあれだけ強かったのかもちろんスター選手が揃っていたのもあるのかもしれませんけど、はい、それだけじゃないと思うんですね、それを実際の,その舞台裏も含めてご覧になっている藤川さんとして、はい、あの上昇ベルディの,です、ね、そのチームの意識であったり、はい、なんか強さの秘密ぜひ教えていただきたいなと思うんですがまず一番がやっぱりファミリーだったとっいうことがこれが一番大きいですね。うんどこのチームよりも一番一人一番人人が 温かかみがあったったていうか強いだけだったら他のチームもいい選手はたくさんいたし練習量ももしかしたら読売クラブヴェルディよりもたくさん練習してたかもしれないですけども何がじゃあギリギリのところで常に優勝できたのか勝ち点1の差で最終戦で優勝できたのかって言ったら最後はそこだと思いますね。ファミリーだったったてていいう全員が本当に心のある助け合いをしてた っていいうのが僕は一番大きいでその中に僕も支えらられれてて助けられてきた、うんうん、もちろん個々の強さもあるんでしょうけれど個々の思いやり人格もあるんでしょうけど、はい、それは他のチームにも言えることじゃないのかなと思うその何か他のチームとですねその原因の部分で違ったんでしょうかあのー、今まで他のチームっていうのは、はい、92年までは、はい。 例えばマリノスだったら日産自動車ガンバだったら松下電器サンフレッジだったら松田レイソルだったら日立製作所浦和レッズだったら三菱重工に勤めてたわけですよ午前中仕事をして午後練習するというセミプロだったんですねだけど読売クラブは先ほどもお話したようにもう1年契約でやってたのでやっぱプロが根付いてるんですよ。 午前中仕事しなくていいんですか。いや、しないです。しないはい、一日一回練習してるだけ。1 1もう本当、もう当時からずっとプロで、一日一回の練習なので。で、当時からプロの監督を呼んでたので。はあ、やっぱり、それがもう根付いてるんですね。プロ魂が。魂は,はい。で、ラモス。 と僕は同時なんですね僕が15歳で入ったのとあいつが20歳であの読売クラブ入ってきたのがやっぱり一緒だったりとかして同期入団僕はユースですけども一緒に入ってですごくやっぱり本当に仲が良くてみんなでやっぱり助け合ってきたやっぱりそういうやっぱり何て言うんだろう修羅場をくぐってるっていうかもう本当に1年契約でずっとやってる修羅場をくぐってる差っていうのもこれも絶対にあると思います。 カズがまだブラジルで有名になる前に僕は日本人街でカズと初めて会ってブラジルのブラジルの日本人街で僕がブラジル行って初めてカズと会って三浦知良ですなんてってであいつが僕の何個下になるんだろう4個下ぐらいなんですかねはいもう今でもすごいね何かと連絡してくれるし連絡すればすぐ帰ってくるしすごい本当に。 なんいうかそういうい礼儀ができ,てできてる人間素晴らしい人間ですけども当時彼がブラジルで活躍する前にあの日本人街でブラジルで会ってで三浦知良ですと礼儀正しい真面目なやつだなと思ってで一番最初はその居酒屋さんだったんでブラジルの日本,人に日本人居酒屋みたいなところだったんでそこであのまあもうプライベートなんで。 数だっつって「今日本で流行ってる一気教えてやるよ」なつって「なですか?」っつって <laughs>「ななっって今な日本でドレミの一気っていうのが流行ってるんだよ」なつって <laughs> な「なんですかドレミの一気って」つって「ド <laughs> はドーナツのどレはレモンのレっつってグラスが10個あって少しずつ増えていくんだよっつって <laughs> これをな「し,しみなししあわせよさあ歌いましょう」っつって全部空にして飲むっていう一気なんだよっつって。<laughs> <laughs> じゃあそれやってみようかみたいな感じでカズもともとお酒強くないんですよ、はいはい、で当時はもっと弱くて、はい、ずっと「ドレミファ」で止まってましたね「はい、ファ」はファイトのファイトのまんまこうずっと止まって <laughs> こんなのやってるんですか日本でみたいな、えー、それが一番最初のカズなのでなるほどはいでその後にブラジルでカズは大活躍して、えー、読売クラブ、はい、同じチームに入ってきて、はいはい、で 彼はその後ね日本でもあって MVP 取って93年に、はい、で今度イタリア行ったじゃないですか、はい、でイタリア行ってクロアチア行ってで今度はまた日本に帰ってきたのがビッセル神戸、うん、三木谷さんがいる、うんうん、で,で僕もベルディから23年いたベルディから、はいはい、三木谷さんのとこビッセル神戸に行ったのもその時も何か不思議ないんでカズと一緒なんですよ、えー、はいそこでもカズと4年間また神戸,神戸でも、えー たたまたま一緒に神戸でも4年間一緒でとか何かなんかそういう縁って感じますよねつながりっていうあでもカズは本当にもう彼のエピソードを言うとまあ神戸の時もそうですしもう本当に彼は人間的に極めていてプロとして人間としても人格的にも極めていて自分が明らかに監督の方が理不尽だなっていう采配とか、はい。 用法をされても、はい、富士さんいいんですよあの僕は選手なんで、はいはい、もうそれは従ってプロとして徹底的にやるだけです、はい、一切文句も言わないし<え>監督に対して不平不やも言わないし愚痴もこぼさないし、うん、グラウンドには一番最初に出てきて一番最後にまでやってるし、うん、でメンテナンスも一番最後まで残ってやってるし、うん、今もそうなんですよ。でフィジカルも 全然あのどんな選手よりもトップの方で走ってますいつでも毎日のウォーミングアップも先頭で走ってる必ずだから本当に彼はもう本当にそこの極めた域までいってますね人格も全てはいだからすごくあの天才肌の選手っていうよりも本当にいろんな経験を身にしてきてそれを全部自分の人格に生かして素晴らしい なるほど人間だと思いますだからあの年までできてるしる自分はだからあいつがサッカー協会の会長とかやってくれたらもう本当に日本のサッカー界はもう素晴らしい世界に通じるあんだけの人徳を持ってれば人格を持ってれば日本のサッカー界は本当世界の頂点を極めるのも夢じゃないと思います。ほはい、ぜひやって欲しいな